出張料理の森山チャンネル。今回は、ホテルの料理人の仕事と題してですね、私が今まで経験してきたことを中心に、お話をして、まあ、ホテルで働いてみたいなとか、なんかそういうふうに思ってる方の参考になればと思います。まあ、私の経験というか、働いたことがあるメインというか、略歴で紹介しているところとしてはですね、まあ、スタート地が赤坂プリンスホテル。で、次に、ザ・プリンス・パークタワー東京。次に、シャングリラホテル東京。まあ、略歴的にはこの3カ所なんですが、まあ、他にあと、実は2カ所ぐらい働いたことがあるんで、合計5カ所のホテルで働いた経験があります。で、それぞれのホテルで、まあ、その、規模の違いとか、レストランの数の違いとか、まあ、宴会場の数の違いとか、いろいろありますけれども、大まかに分けると、宴会調理と、レストラン調理。この、二つに、分かれます。私自身はですね、最初、赤坂プリンスに入った時は、まあ、ほぼレストランです。ほぼですね、ほぼレストラン。で、パークタワーの時も、ほぼレストラン。シャングリラホテルの時に、まあ、宴会調理。まあ、これ、外資系はバンケットキッチンって言い方しますけど、プリンス的には宴会調理っていう言い方だったんで、まあ、そういうふうに言ってますけれども、まあ、そんな感じの、経歴です。まあ、他の二つのホテルも、もう、ほぼレストランですね。まあ、だからレストランで経験した方が、まあ、なんていうんですか、自分で何かというか一般的な、その街中って、ほぼレストラン的な営業ですから、まあ、そういう体験されてた方が、いいのかもしれないんですけども、やっぱり花形は宴会なんですよね、ホテルはやっぱり。まあだからそれをあんまりディープに経験できなかったのはちょっと寂しい感じでもあるんですが、まあ、それはその人それぞれの運命だと思います。まあ簡単に、その宴会とレストランの説明を私が体験した中での説明をしたいと思います。まあ、まずレストランですね、レストラン。まあこれは、もうその規模によって変わっていくんでしょうけど、赤プリを参考例にすると、館内に、1、2、3、4、5、まあ洋食だけで5ですかね、5箇所。まああと、まあ基本は洋食調理についての話になっちゃうと思うんですが、大体、ホテルって和洋中っていうのが昔は、それぞれあったと。まあ赤プリを参考例にすれば、中華一軒。和食に関しては、懐石料理屋さんと寿司屋天ぷら屋が独立してあったんで3店舗。っていう感じですね。で、まあ、パークタワーもそれっぽい感じなんで、ちょっと割愛させてもらって、まあ、シャングリラホテルに関しては、中華はなかったんですよね。中華はないけど、まあ、アジアのホテルなんで、まあ、マレーシア料理屋っていうのもないんだけど、マレーシア料理が食べれる場所があった。まあ、そんな感じです。宴会調理、まあ、バンケットキッチンの説明で言うとですね、赤プリの時は、まあ、建物自体が旧館、越館、新館と、まあ、3カ所あって、まあ、それぞれに宴会の厨房、宴会調理が、あるという感じです。パークタワーも、パークタワーは、まあ、一応、宴会、まあ、宴会調理ってことですけど、まあ、その宴会調理の中でも、細かく分かれてるんですよね。コールド部門、ホット部門とか、まあ、魚だけやるところとか。まあでも、パークタワーの頃はもうバブルが崩壊して相当結構経ったんで、もうセントラルキッチン方式っていうのが結構できてたりしてましたね。で、シャングリラに関しては基本的に宴会場が大きいのが1個のちっこいのがちょこちょこなんで、基本的には1箇所。1箇所っていう感じでした。まあ、私が体験してきたホテルの空気感というか、まあそういう感じなんだなっていう説明ですね。まあ、他にも、こと細かに喋ろうと思えばいろいろあるんですけれども、あんまり長くなってもしょうがないし、まあ一応今回は、料理人の仕事っていう題なんで、まあそんな感じであったという説明でいいんじゃないかと思います。で、あとは、もし、まあなんかご質問とか、何かあれば、コメント欄に書き込んでいただければ、それに、回答いたしますという感じで、今回の動画は終了させていただきます。チャンネル登録、あと高評価、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。